あ、どうもこんにちは、埼玉で音楽講習したり、サークル主催をしておりますシンガーソングライターの智樹と申します。よろしくお願いします。この動画ですね、ちょっと前回の動画の続編になってます。腹式呼吸についてお話した動画がありますので、その続編ですね。腹式呼吸をする時のポイントが 1,2,3 個ぐらいあります。3個ぐらい3個ありますので、腹式呼吸、まあ、前回の動画を見ていただいて、まあ、どういうことなの、どんな呼吸なの、どんなメリットがあるのっていうお話してますので、それ見ていただいた上でこの動画を見ていただきたいと思います。見てない方はブラウザバックみたいな、そして必ずこっちに戻ってきてねっていう、どっか行かないでねっていう話ですね。あの続編になってますので、ポイント、ポイントじゃないや、1個目の動画見ていただいて、この動画を続きをね見てくださいということです。じゃあ、行きましょう。この動画では腹式呼吸をする時のコツ、ポイントを3つお伝えいたします。まあポイントというか意識する点が3つあるということですね。腹式呼吸、まあ一応簡単に息を吸った時にお腹周り、横隔膜が下がって、この胸、首は圧迫されない、たくさん息が吸えて保持もできると、リラックスもできますよっていうことをお話ししてます。で、腹式呼吸をする時に、まあ呼吸ってまあ一応ポイント3つ挙げた、あのご紹介しますって言ったんですけど、それまあ最初にザラザラと言っちゃいます。呼吸をするということは息をまず吐きます。普通に吐きます。肺の中の空気全部なくなります。肺はなくならないけど肺の中の空気がなくなりますね。呼吸吐いて、これを呼気、まあ要するにあの呼吸の呼、息を吐く、で息を吐き後吸います。これを吸気、2つ目のポイント、吸気、1個目は呼気で、2個目は吸気、吸う、吐いて1個目、吸って2個目で、吸った空気を保持する、止める、これを止気、止める呼吸の気とか言って、呼吸の気元気の気か、止気、吐いてポイント1、吸ってポイント2で、これを吸った息を止めるポイント3、これです。これを3ステップ、まあ一応ポイント3つに分けて考える必要がありますと、腹式呼吸の場合はね。でこの一個一個のステップを丁寧に踏むことによって、まあ当然歌の時はそのことを考えてらんないですけど、呼吸の練習の時にはこの呼気、吸気で吸った息を止める式っていう3つのステップをまず意識してやりましょうと。でそれぞれのステップにはあのやり方のコツがあるので、ポイントっていうか大事なポイントがあるので、それちょっとまあ一個ずつお話していきます。腹式呼吸なんでね、呼吸は必ず体の力を抜きます。で必要があればこうストレッチなど、こう自分の好きな、まあ、できれば肩周り、首周り、こう呼吸に必要な筋肉をほぐしてあげる、伸ばしてあげるってことですね。こうすることによって、あの体がこわばって固まってると呼吸もスムーズにいかないので、あと歌もね伸び伸びできないので、しっかり動かして伸ばしてあげると、これがまあ前段階と自分がやりたかっただけじゃね、あいやいやノーですよ、ちゃんとこれも必要ですと。でほぐしました。で最初にこの最初に言った呼気、吸気、まあ吸う、吐く、吸う、止めるっていう3つのポイントの順番もかなり大事です。これを先に、例えばいきなり吸っちゃう人もいると思うんですけど、いきなり吸うのではあまり良くないです。てかあまり良くないです2回言ったあまり良くないです。1番目は呼気、全部息を吐き出します。これが一番最初、順番を間違えないようにっていうのが1個目、必ず息を全部吸う、あごめん、吐く、呼気で吐くときは、このあらごめんなさい、ちょっと今変な表示が、呼気、吐くときは口から吐きます。まあ全部吐いたら今度吸うんですけど、2番目にね、吸うときは今度鼻から吸います。もちろんお腹は横隔膜下、後背が下に下がっている、お腹が膨らむ、この腹式呼吸でやってます。吐くときは口からで全部吐き切る、そして次は吸うときは鼻からで息を止める、これが一応一連の流れと、そのポイント、ステップごとのコツ、ポイントですね。まあ、特にこれ大事なのは順番と、吐く、口からなのか鼻からなのかっていうところで、だいぶ変わってきます。一番目は吐く。口から吐く。で、二番目は吸う。鼻から吸う。で、止める。
で止める時もなるべくこうでこう力みすぎないように、あくまで吸った息を、まあイメージ的には横隔膜がこう下にあるんですけど、この横隔膜でまず支えてる、こう上の方に来ちゃうと息がファーって出ちゃうので横隔膜でキープで、この肺っていうのはよく例えで言われるのが、あのお祭りで配られるあの 水風船ボンボンボンってやるの、膨らむ風船ありますよね、まあ、風船か、風船です、風船のイメージ、風船で空気をフーって膨らますとフーってこう広がりますよね。で風船ってこの膨らましたこの口を離すとブルルルってこう空気出るじゃないですか。でそうすると風船がフーってこう縮まりますよね。あの原理と一緒な感じが肺と思ってもらっていいと思うんですけど、つまり油断すると吸った息ってこう力を抜くと全部抜けちゃうんですよ。で息を保持するっていうのはこの広げた肺がこう戻らないようにする、この広がった状態をキープすると言ってもいいかもしれません。式最後の、ね、ポイント1個目吐く吸うで止める、ポイント3つ目の話ですね。この止める式というのはこの肺がスッと戻っちゃわない、この戻る力をこう逆に広げる広げるイメージであのキープすると、まあ、これはまああのもう感覚で覚えるしかないので、要するに肺が戻らないようにキープする、ここの濃度で止めるのではなくて、まあ最初この声帯も多分これ使ってると思うんですけど、イメージ的にはこの広がった肺が戻る力を戻らないようにキープする、これが呼吸の式、最後のステップ、止める、保持するっていうことですね。でこの保持することがあの、まあ、無意識にできれば歌う時にもこうフレーズ、ここのブレスは入れずに続けて歌いたいってことが、まあ、容易にできるわけです。それをあのいちいちブレスみたいなすると表現できるものもできるようになっちゃうので、まあ、一応ポイント3つあの、まあ、ポイント3つが3つのポイントがあるので、まず最初には呼吸、呼気、吐き出す、口からで、ポイント2個目鼻から吸う、吸気で、吸気、呼吸を止める、保持する、肺が今空気が入って広がってます、で広がった肺が戻らないようにこれをこうキープする、あと横隔膜も下に下がっているのでこの下がった感じをキープ、くれぐれも喉でこう無理にクーってこう力を入れないように自然にキープするということを、腹式呼吸の、プラスアルファのお話として、まあアルファというかポイント、大事なポイントだったので、続編として動画の方をさせていただきました。なのでね、あの1個目の動画繰り返しになりますけど、見てこのセットでこの動画を見ていただくということで、腹式呼吸ぜひマスターしていただければと思います。そうするとね、歌の時もだいぶ楽になるし、ミックスボイスもだいぶ練習もはかどるんじゃないかと思いますので、ぜひ練習を参考にしていただければと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。よかったと思う方はいいねボタンとお気に入り登録をよろしくお願いします。